あたしたちは5000円見つけたの。あたしたちは5000円見つけたの。やっていきましょう。すげえゲームがあるんだな、世の中には。てか5000円ってなかなかな額だよな。飲み会の一次会ぐらいか。いいとこの一次会か。まあいい、始めよう。どんなゲームでしょうか。なんか5分ぐらいで終わるらしいけど。私は小学5年生のごく普通の女の子です。内気で恥ずかしがり屋で目立たないタイプです。得意なのは料理。趣味はスパゲッティの研究。ニッチなとこ行くな。スパゲッティの研究ってどういうことだ。好きな食べ物はイチゴ、スパゲッティ。まあそりゃそうだな。いや、研究してるぐらいなら、スパゲッティ。これを一番に書くのがいいだろう。研究してるなら。お茶の葉っぱ。好きな飲み物は熱いお茶。どうでもいいですが、アサリアレルギーです。いや、結構重要、情報よ。アサリアレルギーは。アレルギーは結構重要。そして、私には姉がいます。小学6年生。姉もおとなしく目立たないタイプです。でも、私と違うところは、勉強ができるところでしょうか。頭いいんだ。まあ、頭いい兄弟持つのって、まあ、それなりにあれだよな。ちょっとだよな。気にはするよな。気持ちはわかるぞ。誕生日が早いので、年上扱いされたりして、何かと損をしているようです。早生まれってやつだな。水泳が好きなので、中学校に入ったら、水泳部に入るそうです。アサリアレルギーよりも、まあ、必要ない情報かもしれない、今のは。そのぐらいアサリアレルギーは結構重要な情報だと思う。そんな私と、私のお姉ちゃんが、学校が終わって、家に帰宅している時の話です。こっからあれか、タイトルの伏線回収か。おいおい、妹や。フルボイス。なんぞね、姉ちゃんや。帰ったらファミコンするで。時代感じるな、ファミコン。いいえ、カード決戦しますから。ファミコンの時代か？本当か？絶対ファミコンよ。これは譲らんけんな。どこの方言だろうな、けんな。勝手はそこまでよ。仲いいな。仲良しな兄弟っていいよな。じゃんけんな。いや、笑い方。笑い方がワンピースだな、こいつら。どこの世界だ。すると前方に何かの紙が落ちてるのを見えました。あそこに何か落ちとるわ。なんやろか、あの紙ペラ。いや、わかるだろ。見てみましょう。嗅覚でわかるだろ。5000円の発する匂いはもうとんでもないぞ。どうしましょう。その紙ペラを拾ってみるとなんと5000円でした。お金、しかも5000円やわ。いや、相当テンション上がるだろう。5000円見たの。そうか、小学ぐらいね。あれか、小学生だからか。確かに小学生の頃5000円ってそう見ないか。いや、びっくりした。今大人の中の会話かと思ってたわ。すまん、小学生だったな。私たちのお小遣いは月に500円。そしてお年玉がもらえるのが5000円。ああ、そうか、そうだな。年に1回の金額だもんな。でもあれか、お小遣い500円、まあ、そんなもんか。これ、どうしよう。どうしような。まあ、25で割るんだろう。拾うか、拾わんかってこと？違う違う。どの比率で、分配するかよ、これは。そうよ、でも拾ったら泥棒やろか。でも拾わんかったら誰かが拾って取るわいな。取るわいな。取るわいなの速度なんだ今の。もう一回聞きたいな。純粋に5000円欲しいわ。これ泥棒なのかな。泥棒で逮捕されるんは嫌やわ。泥棒なのか、これは。どうしよう。どうしような。これで泥棒って言われたら嫌だよな。
選択肢、5000円拾って家に持って帰る、拾うのはやめて元の場所に置き母に相談する。いや選択肢だって5000円拾って家に持って帰ろう、当たり前じゃないか。私たちは道に落ちている5000円を拾いました。心なしか5000円が安堵しているようにも見受けられます。私たちはその心温まる光景に頬顔を読め。道に落とされて寂しかったね。でも大丈夫やけんね。大丈夫だぞ姉ちゃん、私らええことしたな。そうやね、いいな、よかったね。自己暗示ってやつだなこれが。そして私たちは家に帰宅しました。おかえり、二人とも。おお、父親も出てくるんかい。わあ、このタイプの窓、このタイプか、このタイプか。ただいま。おかえりなさい。手に持ってる紙ペラは？お前らの一族は紙ペラ言うんか、金のこと。五千円よ。道に落ちとる、拾ったんよ。怖くとうだな。道に落ちとる、勝手に拾ったんか？警察に届けずに。おお、見たらわかるやないか。なんかいかんの？いかんに決まっとるやろか。でっててでっててでっやばい、父親もやばい、父親もワンピースの世界の笑い方をしている。お尻ペンペン勘弁無理。この家族のテンションにはついてけん。父は私たちのケツを容赦なく叩きます。ベシベシベシ、新しいな。ケツ叩かれて吐かなくなるはどういうことだ。やばい、神がかっている。ふんふん、切り返しが父親はクソだな。切り返し神がかってんな。あれ、そんなわけで私たちはお尻ペンペンをされた上に5000円を没収されました。こら、父親自分のものにして飲み会代にしようとしてんな。いろいろ考えていたら幼い私たちにもまだわかりません。ズッチャズッチャズッチャ、オリジナルミニノベルゲーム、私たちは5000円見つけたの。終わりました。嘘、マジで。ハマりました。ハマってしまいました。いいね。あら、あ、違うんだ。ああ、結構いんの、なかなかのメンバーでなかなかのメンバーで作っているね。いいね、ありがとうございました。私たちは5000円見つけたの。棒読み。ちょっと分岐のところまで一旦戻るか。よし、戻ってきた。10秒ぐらいで戻ってこれたな。じゃあ拾うのはやめて元の場所に置いて母親に相談しよう。当たり前だ、家に持って帰るやつなんていない。母親に相談しよう。やっぱり拾うんやめとこで。うん、だってそうだな、泥棒扱いされたらかなんや。そうだ、泥棒扱いされたくない。そうやね、ちょっとここに置いとこで、そんで母に相談しようや。なんで、すげえな、なんかいいな。そして私たちは家に帰宅しました。おかえり、手洗ってうがいしてきな。なんだ、しんちゃんみたいな声してんな。あ、まあちゃんと手洗いうがいをしてな。おい、話そうよ。母さんというのか母というのか統一しろお前は。なんぞね。こんな母親嫌だ。なんぞね言う母親。私ら5000円見つけたんやけどな、拾って泥棒扱いされるんも嫌やし。うめん、拾わかったかね。あれ、まさか。拾わずその場に置いてきた。お、置いてきたぞ。当たり前だよ。どうしたらええかなって。
泥棒になっちゃうじゃないか、拾ってきたら。そんな悪いことするやついないぞ。このバカ違いども、今すぐ拾ってこんかれ。父親と真逆だな、こいつは。お金があればモスバーガー食べれるやがれ。あれか、いや、母親と父親同じか。父親も結局あの会でモスバーガー食ってるだろ。やばい、すんませんな。この家族はやばい。5000円なくなっとる。だろうな。誰かが拾って取った。そりゃそうだろう。笑ける。その後私たちは母にたっぷり怒られました。今となってはいい思い出じゃないです。何がしたいんだ、何がしたいんだ。いや、すげえな。にしても5000円を見つけただけでこのぐらい笑えるっていう。私の姉でヒューヒュー熱い鼓動を刻んだらカバーに。やばい、5000円見つけて2人入れるか、iPhone にこの曲。この曲を目覚ましにしよう。朝7時に鳴るアラームの代わりにこのメロディーとこの声のこの歌にしよう。これで多分爽快な朝が約束されるに違いない。寝ぼけまなこそうだな。ありがとうございました。楽しめました。ちょっと名曲見つけたんじゃないか。ちゃんとこの歌聞きたい人はちゃんと自分でダウンロードしてやってください。プレイしてくれてありがとうございました。ありがとうございました。私たちは5000円見つけたの。いやー、お腹いっぱいだね。こんなところで。